中井雅宏の大胆な決断。ナンバーアンダーラインアイが音楽の日2024での特別なパフォーマンスへ。ナンバーアンダーラインアイと中井雅宏の深い絆が明かされる音楽の日2024の舞台裏。中井雅宏が音楽の日2024にナンバーアンダーラインアイの出演を決定させる背景には、彼の影響力が大きく関与していると言われています。 元キングプリンスのメンバーで構成されるナンバーアンダーラインイは、このテレビ番組への出演が発表され、ファンの間で大きな注目を浴びています。ホープ音楽の力というテーマのもとで、音楽が困難な時代に希望を与える力を持っていることを伝えるコンセプトが掲げられています。中井正宏とナンバーアンダーラインイの関係は、彼が司会を務めることや、彼らの過去に対する強い関心からも明らかです。 ナンバーアンダーライン愛のメンバーは元キングプリンスのメンバーであり、中井が彼らのパフォーマンスに対して大きな期待を寄せてきたことが出演決定の背景にあります。さらに、中井と元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた新事務所トベとの交流もファンにとって安心材料となっています。しかし、この出演決定には賛否両論が存在します。 一部のファンはナンバーアンダーライン愛の登場を喜ぶ一方で、他の出演者の選定に対する期待外れや疑念も見られます。特に、旧ジャニーズ事務所との対立や、新語と務所と米への影響など、複雑な背景を持つ問題も浮き彫りになっています。中井正宏がどのようにしてナンバーアンダーライン愛を救いの手を差し伸べたのか、そしてその真実は何かという疑問は、多くのファンにとって興味深いテーマです。 中井は、自らの立場を利用して若手を支援してきましたが、その背景にはどのような思いや意図があったのでしょうか。また、滝沢秀明氏との関係も注目されるポイントであり、彼ら二人の協力が戸部の新しい方向性を作り上げています。それにもかかわらず、音楽業界における旧ジャニーズ事務所との圧力は未だに続いており、ナンバーアンダーラインアイの今後の活動にどのような影響を与えるかは不透明です。 旧ジャニーズ事務所のトップがナンバーアンダーラインアイに対して行った過去の行動や、現在もその余波が続いている状況を見ると、新しい時代の幕開けとして、どのような展開が待ち受けているかは興味深いところです。一方で、中井正宏が持つエンターテインメント業界での影響力と経験は、ナンバーアンダーラインアイにとって大きなサポートとなります。彼自身がスマップの中心メンバーとして長年の経験を持ち、 多くの若手アーティストの成長を見守ってきたことからも、彼の指導やアドバイスは貴重なものと言えるでしょう。このような状況の中、ファンはナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスに期待を寄せつつも、同時に憂慮や不安を抱えています。しかし、音楽の日2024での彼らの出演が成功すれば、それは新たな未来への一歩となるかもしれません。音楽が持つ力を信じ、 彼らの新しい挑戦を見守ることが、ファンにとっても重要な役割を果たすでしょう。さらに、このようなエンターテインメント業界の大舞台において、中井正宏がどのようにナンバーアンダーライン愛を支え、彼らがどのようにして、その期待に依頼ようとしているかを注目することは非常に重要です。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは過去の経験を活かし、そのパフォーマンスに一層の磨きをかけてきました。 中井正宏との深い交流や指導を受けることで、彼らは新たなステージに挑む覚悟を固めています。一方で、旧ジャニーズ事務所と戸部との間での対立や摩擦が依然として存在する中で、ナンバーアンダーライン愛の活動がどのように影響を受けるのかは依然として不透明です。旧ジャニーズ事務所のトップによって行われた過去の行動や、それに対する報復措置などがまだまだ尾引いている状況が見受けられます。 しかし、これらの逆風にもかかわらず、ナンバーアンダーラインアイは新しいスタートを切り、前向きに活動を続けています。中井正宏の影響力といえば、彼の経験と知識が新しい世代のアーティストにとって非常に重要な手本となります。彼自身のスマップ時代の多くのエピソードや成功例が、若いアーティストたちにとって大きな励みとなり、彼らが自身の道を切り開く助けとなるのは間違いありません。 中井の温かい支援とともに、ナンバーアンダーライン愛はエンターテインメントの世界で新たな高みを目指しています。さらに、音楽が持つ希望の力をテーマに掲げる音楽の日2024の舞台は、ナンバーアンダーライン愛にとって自身のメッセージを広める絶好の機会です。彼らの音楽とパフォーマンスを通じて困難に直面している多くの人々に希望と勇気を与えることが期待されています。 音楽の力で人々の心を動かし、困難な時代にも笑顔をもたらすことができるかどうか、その結果が待ち遠しいものです。さらに、中井の支えだけではなく、ファンの支持も彼らにとって重要な要素です。ファンの応援と声援が、ナンバーアンダーライン愛のメンバーにとって大きな動機づけとなり、彼らのパフォーマンスをさらに高める助けとなっています。ファンとの心の絆が強まることで、 彼らの活動は一層意義深いものとなるでしょう。このような中で、ナンバーアンダーライン愛はどのようにして、その期待に依れ、ファンの心をつかむかが重要な課題となります。中井正宏の導きとサポートを受けながら、彼らがどのようにして新しい未来を切り開いていくのか、その過程を見守ることが大切です。彼らの成功への道のりは決して平坦ではありませんが、その挑戦を乗り越える姿勢が、 彼らの成長と輝かしい未来を築く鍵となるでしょう。また、音楽の日2024という大舞台でのパフォーマンスを通じて、ナンバーアンダーライン愛がどのようなメッセージを世界に伝えるのか、どのようにして音楽の力で人々に希望を与えるのか、期待が高まります。音楽は単なるエンターテインメントではなく、時には人々の心を癒し、困難な状況を乗り越えるための力となるものです。 彼らの音楽とパフォーマンスが、その意義を再確認する機会となることを願っています。視聴者やファンにとっても、音楽の日2024、破ァタンなる見どころのある番組としてだけでなく、感じたこと、学んだことを共有し、音楽の力について考えるきっかけとなるでしょう。中井雅宏とナンバーアンダーライン愛のこれからに注目し、その活動に期待し続けることが、ファンにとっても大切な役割です。 彼らの新たな一歩を共に祝福し、未来への期待を抱きながら、音楽の持つ力を信じ続けましょう。このように、音楽が持つ希望の力を信じることで、ナンバーアンダーライン愛とファンとの絆がさらに深まることを願っています。そして、音楽の日2024が多くの人々にとって忘れられないイベントとなり、音楽の力で世界を変える一歩となることを心から期待しています。最終的には、 中井雅宏の救いの手とナンバーアンダーライン愛の力強いパフォーマンスが相まって、音楽の日2024は多くの視聴者にとって忘れられないイベントとなるでしょう。どのようなドラマが待ち受けているか、今からその展開が楽しみです。